えー、実は視聴者から大変良いものをいただきまして、えー、岐阜県は養老の三上部落の名店丸脇,です丸脇というと多分知ってる人は知ってると思うんですけど昔飛騨牛の東急の偽装をやって社長が逮捕されてまあなんだかんだって社長を辞任しましたねそういうところがあった会社です。ただここでつ、ね、つ考え方があって1つは まあそういうい偽装をやってた会社なんだからまだ偽装してるだろうっていう考え方といやもう一度やってね社長が辞任するまでになったんだからもうさすがにまた偽装なんてやらないだろうって2つ考え方があるんですけどもしかしね第3の考え方というのもあってそもそも偽装とは縁のなさそうなものを買うとこれ何かと言いますと片方は1000枚牛の胃袋ですね。 もうカメの子って書いてあるんだけどこれどっちかっていうとねハチの,の巣っていう言い方の方が一般的かもしれないですこれも牛の胃袋ですねただ第2の胃袋の方ですでこれはね多分茹でてあるからそのままでもいけると思うんですけどこうやってや焼きましたでここにかけるのはもちろんねあの焼肉のたれでモランボンのジャンですねやっぱり焼肉のたれといえばモランボンです もろに北朝鮮系の会社ななんんだけどもなんか最近はもう北朝鮮とは必死に関係ないようなふうに見せようとしていることで定評のあるモランモンですそしてここにホワイトベルグを注ぎます。ということでいただいてみようかと思います。これね あのパックで見ると結構な量あるように見えるんだけど焼いたらかなり縮んでしまったのであのパック一つでねもう一食分でちょうどいいぐらいの量ですねもう男なら余裕であの一パック分いけますねということで食べてみようかと思いますえっとですねモランボンの味がします。自体大して味ないですからね ただなかなかいい歯応えです。ということで視聴者の方ありがとうございました。